調布市体育協会の足立さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第14回調布フットサル大会の概要を教えてください。はい、サッカーを楽しむことを目的とし、気軽にどこでもできるフットサルの普及を目指し、 FC 東京味の素スタジアム水野フットサルプラザ調布を拠点に、サッカーフットサルの街調布の礎を築く大会として2003年より開催し、今年で14回目を迎えます。今年は調布市体育協会創立60周年記念事業として、海の日の7月18日に水野フットサルプラザ調布にて開催いたします。はい、体育協会創立60周年記念事業ということなんですが、例年と違うところはありますか？はい、毎年ご協賛ご講演いただいておりますユーロスポーツ水野フットサルプラザ調布 FC 東京からの参加賞と入賞商品を例年より豊富にご用意する予定となっております。はい、種目はミックスの部と一般の部があるとのことなんですが、詳しく教えていただけますか？はい、ミックスの部は、コート内に女性または小学生までの子どもが常時2人以上で、キーパー1人を含む6人のメンバーで、構成されたチームでの試合となります。エンジョイフレンドリークラスとしておりますので、フットサルに慣れてない方でも、参加しやすい種目になっております。一般の部については市内で活動する中学生以上で、ゴールキーパー1人を含む5人のメンバーで構成したチームでの試合となります。こちらについては日頃からサッカーやフットサルを経験されている方が多い種目となっています。当日は大会に出ない人でも楽しめるものはありますか？はい、パンに肉汁たっぷりのソーセージを挟んだチョリパンなどの売店が出店されます。他にも、ご協賛いただいておりますユーロスポーツさんによるボール商品のセール販売も開催いたします。申し込みの方法について教えてください。はい、水野フットサルプラザ調布へ、直接お問い合わせの上、申し込み書を持参またはファックスにて申し込みください。では最後に市民の皆様にメッセージをお願いします。はい、ミックスの部では毎年大人から子どもまで多くの人に参加をいただいております。初心者でも参加できますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。また体育協会事務局からも参加を予定しております。応援よろしくお願いいたします。調布市体育協会の足立さんに伺いました。